前回がアメリカ海軍の戦後の入ったぐらいで終わりだったところが楽しいですね、うん、で何が違ったか、要するにコンピューターを導入してっていう話になってくるわけですが、でいきなりニュースと電子的ウォーゲーミングの到来ってもうわけのわかんないタイトルつけてますけども、そこから始めます。で、まあ、ニュースっていうのがそのゲームシステムの名前ということになって、電子的ウォーゲームっていうのは要するにコンピューター使ってるっていうことですね、これはもう、でまあ、最初に1940年代後期にアメリカ海軍で、まあ、ウォーゲームの近代化計画というのをやったらしくて、でそこで初めて海軍の電子的な、まあ、要するにコンピューターシミュレーターが導入されましたと。それがジュースという名前なんですけれども、これすごいでかいシステムで、一応これ説明しようかな。じゃあ読みますと、海軍大学のシムズホール、まあ、この部屋の名前はどうでもいいんですけど、その中央浴槽の、まあ、まあ建物が中央にあって、そのうちの3フロアがこのニュースのシステムに使われたと。しかもこれ作るのに13年の歳月がかかって、725万ドルといくらか、ちょっと計算しないんで分かんないんですが、まあこれでも何億7間違いないですよね。364時代ですよね、そんなとこですよね。まあそれぐらいのお金もかかってたよと。でそれっていうのは、まあだけど1880年代のゲームを使ったゲームの延長なっていう話なんですね。ただそれを時代遅れのものにして、何が時代遅れかっていうのが、まあ、結構この章の大事なところになってきますけど、でこのニュースっていうのは、今日っていうのはこの本書かれた1980年代終わりぐらいの今日ですけども、錯誤の原因となると。でその錯誤って何かっていうと、電線のシミュレーターだと思っちゃう人がいるっていうことですね。電線っていうのはレーダーやなんかの電波を妨害したり、逆にまあ解析してどんな電波使ってるんだっていうのを調べていく戦い方ですけども、そうじゃなくて、これはコンピューター、コンピューター導入したシミュレーターだよと。まあ、だから役のもわざわざ電子的シミュレーターでちょっとわけのわかんない役を使ってるの、そのせいもあるんだと思うんですけども。でまあ3フロアある施設の一番下からまあ上がっていってっていうのはどうでもいいんですが、まず大型のスクリーンのディスプレイがあったと。でまあ2階に工作室と空気浄化室の装置は、これはどうでもいいんですけども、全体を見えるバルコニーとちっちゃな会議室、まあ、この会議室でちょっと作戦の話をするわけですね。で3階は実際にプレイヤーがいて、そこでこう緑軍と白軍に分かれて、まあゲームをやると、シミュレーションをやると言った方がいいのかな。でこれがなんで緑と白なんだか、ちょっと私もよく分かんないですよね。大体赤と青になるはずなんですけども、こういう場合ってなぜか緑と白、多分これモニターの関係だと思うんですよね。モニターの関係じゃないですか、多分、うん、多分、うん、そんなに何色も出ない、色が出ない時代だな、実用白黒的な感じの時代ですもんね。そうですね。で緑はまあ当時の多色モニターがよく使えるじゃないですか、で白はもちろん赤い点で、ね、表せますからね。まあ、それが10個ずつで、色センターっていうか20あったと。でその色センターはそれぞれ今ディスプレイがあって、まあその完成させる機材、まあ、コンピューター端末ですね、要するに。であと通信ができるような、これ私はコンピューター疎いんでよく分かんないけど、この40年代でデジタルって果たしてあり得たのかなという、ここにデジタルおよびハードコピーの通信機材の備えられていたって書いてるけど、いや、いけなくはないと思いますけど。パンチカードでやったんだ。まあパンチカードね、時代はそうだよな。確かにそれデジタルって言われたらデジタルだよな。この、デジタルがどういう意味でもデジタルかちょっとわからないです、ね、私もそれはちょっとわかんないんですけど、確かに草子さんがおっしゃる通りにパンチカードって言いや、まあ、確かにそうだねって話になる。真空管じゃないですか。そうかもしれない。1958年のやつは真空管じゃない。うん、40年代作ったのは真空管でしょ。全体的にその具体的に何を示しているかちょっとこの記述では分からないと考えた方がいいと思いますけども、ということです。まあ、図を見ると大掛かり立つことはよくわかる。それだけは分かるんですよ。でもなんかもうこの話はいいですよね。なんていうかこの、まだもうちょい続きがありますよ。うん、今ニュースの説明がもうちょっとあるんで、ナンバーシックスの指令室みたいな感じ、うん、その次のページにそのなんか図が、うん、ありますね。あります、うん、もう動かるよね、やっぱこう初期のコンピューターの夢って感じでいいですよね。
本当昔ウルトラシリーズかなんかに出てきそうなノリですよね。あ、なんかこう悪の巨大組織 IBM みたいな、ね、そうなんか映画に出てきそう、ね、いいですよね、こういうのね。そうか、もうそういうイメージ刷り込まれてますよね。でまあ、いいや、ニュースの説明もうちょっとしますね。で、まあ、3つの主要なサブシステム、まあ、そのサブシステム何かというと運動と表示、あと損害ですね。損害コンピューターって別に多分ついてたらしいんですよ。それと、まあ、通信サブシステム、まあ、やり取りしなきゃならないんで、そういうシステムだったよと。で、まあ、それが具体的にフロアではこういうふうに言ってね、今皆さん見てる通りの図が。工作室と空調装置、空調装置は分かるんだけど、工作室って意味がよく分かんないんですよ。工作室って何の略語だろうね。そう、これ元の訳語何なんだろうってちょっと非常に気になるところでね。光学投影装置は非常によく分かるんですよ、うん、で空調っていうのはまあそれは必要でしょうねっていうのが分かるんだけど、うん、工作室は絶対なんか変なことを、なんかの誤訳だよね。なんかの誤訳でしょう。これは工作室じゃなくて多分別なエンジニアリングみたいな役じゃないですか。まあその可能性はありますよ、ね、うん、でも最近60年代のハード SF とかを読むと、まあ、ベン・ボーバの気候制御オペレーションという小説を入手するので読んだんですが、うん、66年まさにコンピューターをガンガン出る天気予報に、うんうん、当時は CO2 の問題が出るちょっと前なので、あの人工の雨を降らせて天気を変えるんですけど、その時のコンピューターが大掛かりのまさにこういうイメージ、うん、だから、まあ、真空管とかがどうかはよく分かりませんが、60年代だとトランジスタあるから、まあ、真空管じゃないでしょうね。大変なことになりますよ、真空管でやったら。でもこう大体のこう CPU の性能とかは分かんないですよね。いや分かんないですね。多分そんな大した性能じゃないと思いますよ、今の目で見たら。そうですね、うん、それは間違いない。でまあいいや。でまあ緑と白それぞれの色センサー、まあ司令部の役割するやつですね。それは仕切ってて見えないようになってると。じゃあもうちょっと説明していきますと、まあ、運動と表示のサブシステムっていうのは、まあ、マスタープロット、要するにプロットした何か点が出てくるようなものと、スクリーンありますからね。あと色センサーの中に表示して、でこれが非常に性能が低いのが48個までの別々の兵力で、さらに動きがないものを14個ってことだと思うんですよ、固定の兵力だから。だから例えばロサンゼルスとかソシアなんかは また別に14個そういうような秩序で荒らすこともできて、その時代48個までの兵力が動くことが多分できるっていうことを言いたいんだと私は思うんですけど、これ非常に少ないですよね。こんだけの大掛かりな装置作って48個って、この時代だと思うと、ああ、そうなんです、すごいなみたいな感じがします。48集団みたいな意味、48ユニットというか、その48、まあ、何かが48個なんですよ。必ずしもそれ1個が船1つとかそういう意味じゃないはずなんですよ。艦隊かもしれないし、48種類の何かがそのモニターがそれぞれモニターできるよということですよね。ユニットだと将棋で40使っちゃいますからね、うん、ねえ、あ、まあ、そこでちょっと次に書いて、一つの兵力が単一の艦または航空機から任務部隊、まあ艦隊ですね、ちっちゃな全体までの任意に荒らすことができたと。まあだからお仕事通りで澤田さんが、でこの任務部隊って非常に日本語としてこなえてないけど、これ正しい訳っていう困った問題があって、ミッション、あのね、タスクフォースの訳なんですよ、これ。タスクフォース、うん、タスクだからアメリカの概念、軍隊の概念で実際の実動部隊ってことなんだけど、だからタスクなんです、役割を与えた部隊だよ。艦隊っていうと全然日本人がイメージする艦隊と変わっちゃってて、海事上の組織みたいになっちゃってて、アメリカの場合第7艦隊って日本にあるけども、来るけど、あん中にいっぱいこうタスクフォースが任務部隊ってあるんですよ。でそれ仕事というか、まあ、軍事行動って変わるんですけど、うん、これがさっき風間さんの言った訳語をちゃんと取っておかないとこういうことになるかもしれない。説明であります。だって
任務部隊は分かんないじゃないですか。でもこの人がトラトスとかオメガ T とか使えばもうちょっといいものになるかって言われるとどうだろうかって役場の統一がされてないわけじゃないですよ。統一がされはされているけれども、これはね、役場統一されてる上に非常に正しい役場なんだけど、一般人にはさっぱり分からないっていう、調べる方の問題であって、じゃこういうところで本当は中継の方がいいんですよ。いやでも本当に間違ってるですよ、このぐらいだと多分。それもあり得る。そうかもしれない。でまあ、その48個の核兵力っていうのは所属する陣営、まあ、白と緑ですね。でプロットされてスクリーン上に、まあ、出てくると。で指揮、センターの受ける情報っていうのはもっと少なくて、全ての兵力がそこのスクリーンに有利している情報を何も示さない。だから自分その司令部の中で分かっている情報しかスクリーンには出してくれない。これが非常に画期的なところですよね。保護を出すのにやっぱりコンピューターってすごくいいですよね。そこはすごいメリットなわけですよ。要するに将棋みたいな完全情報ゲームに、あえてしてないんですよね。というのは実際の戦争って全部見えるわけじゃないんで、レーダーでなんかトレースしてくれればそれはパッと出るけどっていう、まさにそれを実現しているのがこのゲームっていうのがこれシステムのいいところなんですけど、それはそのコンピューターなしでやろうと思ったらまあ止めるくらいですから、ね、ありますけどね、ありますけどもっていう、アバロンヒルのクラシックのあたりからミッドウェイとかそういうゲームありますけどね、非常にめんどくさいし、あとプレイヤーが嘘つくとまずいことになる。ミッドウェイってなんかシステム違うんですか、アバロンヒルクラシック。あれマス目、四角いマス目が番が2つあって真ん中仕切って、あったあのレーダー作戦ゲームじゃんもんですよ。だからあれですね、潜水艦ゲームの。あ、そうそうそう。どのヘックスに私何がいますよ的な、あ、まあというかそこ探しますよっていうと実際に飛行機飛ばしてる。これこそフォーゲーマーで写真載ってプレイがあった。で、航空母艦がいますとか言うんだけど、それプレイヤーが嘘ついたら止まっちゃうっていう。まあそんなことはなかったですけどね。あの当時ゲーム楽しみたいからみんな。それそういうゲームは、ね、ありますよね、うん、今もね。赤木先生にインタビューするときに、コンピューターが出てきたという話になって、コンピューターが出てければそういう分からないこと、国防とか、うん、そういうものをもっと表せるようになって、指揮官にしか分からない情報だけを与えるという、うん、そういう方がいいんじゃないか、そういう時代が来るんじゃないかと考えたけど、全くそうはならなかったって言ってました。ならなかったですね。プレイヤーはそれは望んでいなかったっていう話。結局そういうことでしょうね。まあ、それはコンピューターゲームデザイン教本のあたりの話、まあ、ゲームプレイヤーは望んでないけれども、こういう立場の人たちは望む望まないじゃないとまずいでしょってただあれか、アバロンヒルがコンピューターゲームソフト出してたじゃないですか、もう昔、あれがちょっとこのノリのはあったんですよね。80年代の中盤まではあったんですよね、うん、でも結局受けないで、全然勝ちました。あれ D デイとかですかね、あの辺だと思う、もうよく覚えてないけど、赤木さんが言ったので非常に印象的だったのが、その方向の方はまあ当然、まあ、コンピューターで、うん、まず最初に実現するんじゃないですか、うん、その指揮系統の混乱みたいなものを表現、うん、コンピューターでは表現できて、つまりその、うん、ちゃんとした情報が指揮官がプレイヤーのところまでやってこないとか、うん、伝えてもちゃんと届かないみたいなことを再現することはコンピューターではできるんだっていうのが、うん、それにその、当時の赤木さんは非常に高い評価を与えたんだけれども、うん、まあ、結局そっちには行かないで、みんな信長の野望の方が好きだって話。そうなんですよね。見えてた方がいいんですよ、ね。何なんでしょうね、あれ。ものすごいストレスフルってことなんでしょう。まあ、おそらくそうですね。分かることは分かるんですよ。もちろんストレスフルですよ、そんな。まあ、でも戦争はストレスだからな。そうそう。だってそう、言ったコマンドがまともに実行されないまあ、そういうもんでしょ。みんなドラクエ4でザラキを打ちまくるだけでもあんなにブータレスそうね。そうですか、まあ、だから結局ゲームってみんな娯楽でやってるから、そこでまたストレスは感じたくないよねっていうことなんでしょうけどね。あれはまだネタになるけれど、当時のアバロンヒルのかどうか忘れましたが、ノーゲームって半分アナログで半分デジタルのやつもありました。ありましたね。一部のちょいだけ大体まあ、なんか、あえて今やるのもありかもしれないですけど、いや別にウォーゲームに限らず、別にドイツゲーム的なゲームであっても、うん、打ったはずのコマンドがなんか全然実行されないみたいな結構面白いのは共通ですよね。あとはどうやってルールを簡略化してそれできるかですよね。ルールが複雑になったらそれみんな嫌になるんで、90年
代の一部のコンピューターゲーム AI あのろくでもない AI にそのプレイさせるタイプに出ましたじゃないですか。ドラクエ4でしょ、うん、え何のやつドラクエ4ドラクエ4でもいいんですけどもうちょっと後の、まあ、例えば頑張れ森川君とかあのあたりのラインで、はい、のまともに動いてくれない AI になんとかこうしばき倒して言うことを聞かせるみたいなタイプ。 ワンダーマリオネットじゃなくてワンダープロジェクトですか。ワンダープロジェクト、あ、まあ、ちょっと近いですね。あれは AI とは多分ちょっと違うものだと思いますけど、でもまあそういういわゆるあ学生学習さ、でもまともに動かないやつをなんとかこう、うん、っていう話では一緒ですけど、はいはいはい、まありましたね、あれはまあそこを本当に見てるから、うん、まだ企画としてなってるけど、なんかこう、うん、それこそただワーカープレイスメントなんだけどこういや押したはずの場所に行ってくれないとかれただのバグじゃないっていう、そう売れないねえだろう。ストレスかかる上にいやでもちょっといいなと思いました。ちょっといいなと思います。いいですか。ストレスかかる上に考えること多いんですよ。いやあのカイロってゲームがすごく好きで、カイロあのギュンターブルクカルトはカイロっていうゲームを出してて、カイロっていつけ、いや聞いたことある。2000年、結構古いゲームかなり古いボードゲームです。あのカイロ、あのカイロです。これには乗ってない、乗ってんじゃない。あ普通のエリアマジョリティのゲームなんですけれども、うん、あの配置する先があのおはじきでピンってやって、あのそこに入ったところにしか行けないんですよ。あ知ってる、なんで知ってるんだろう。だからその、はい、行きたいところに行けないっていうのは意外となんかありなのではないから、はいはい、あこれなんだ、なんか、ね、さんその行きたいところに行けないって試みは結構ありますよね。 SPI でもやってた人というのは、うん、ブルクカルトの中で介護が一番好きです。あちょうど持ってきたのに。あこれがこれだ、これです。ああいやみんなバカゲーだって言ってたけどな。いやバカゲーって面白いんですよ実は。そうそうそう、いやこういうバカゲーをあの真面目なつもりのウォーシムに組み合わせるのがいいのではないかという、そういうね。リオマティピディならまだいいかもしれない。まあ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 そう、ワークプレゼントだと資源がいかんとか置けない困るからおはじきでワークプレゼント、お前をあいつのところに飛ばしてやるゲームですよ。1回目真面目にかなり考えたことあるんですよ。ワークプレゼントで同じことやろうから。いやでもね、ウォーシミュレーションのボードゲームでもそういう試みやったのありますよ。あるんです。落下戦物体落とすのに30センチの上から駒を落としてひっくり返って当てるんですとか、それでほら散らばるからその時入った駒に落ちましたみたいな、クラノスが作ったんだよ、ね、それはアクションゲーム的な、まあ、草場さんの言うところのアクションゲームですけど、うん、そうじゃなくて単にうまくままならなさを表現するっていうルールを組み込んだゲームは別にシミュレーションゲームでも、うん、指揮官の指揮が、まあ、ありますね、うん、多々ありますみたいなやつは、うん、まあ、古くは CRT がもう、うん、そうですね、うん、CRT って何やとか戦闘結果表が、ああそうです、全滅とか、だから比率が高ければ優位になるけどどうなるか分からないよっていう、まあ、乱数が入るっていうのはそもそもそういうことですよね。あります、そうそう、詰めていくだけじゃなくてね、うん、じゃあちょっと話進めます。今何だアイディアなんか別にアイディアって子供の方でもそんなもんじゃないから、2年後に発表したらこれ俺がって、まあまあ、そうちゃんと聞いとかないと、でも、まあ、1万部売れたら何か怒ってください。まず1万部作るのそれは大変な売れ行きだ。スーパークのチョコブロでいいです。カイロもそうだけど再プレイされないタイプのデザインですね。でもね、最初は面白いけど、あ、まあね、いやでもね面白いですよ。結構何回やっても楽しいです。カイロは多分面白いんだろうけど、うん、発展性みたいな、うん、発展性というか、うん、まあ出落ちだよね、フォロワーがそんだけど、うん、まあ、シミュレーションのシミュレーションにおける四季の系統のあやふやさっていうのは割と真剣に考えられたテーマではある、うん、そうですね、みたいな当時 その赤木さんの記事というか本とか読むと、うんうんうん、まあ、それはまた何かの機会でじゃあ、うん、でもいいや、で今度損害用コンピューターっていうのがあるって話で、これ特別にデザインされたってそんなふうに行々しいもんじゃないと思うんだけど、自分かそのアナログの機械だったという訳も私はよく分かんない。アナログの機械ってのは分かんないですけど、ああまあ要するに計算機でやるっていうことなんで、自分かつがよく分かんないね。まあ時間ごとに追っていくんだっていうのは分かるんですけど、でまあデータベースとして20種類の異なった目標に達する20種類の異なった武器の効果の特性をストアする能力を有していたと。データベースっていう言葉もいいですよね。いやデータベースってまあ当然今でももちろん現役の言葉ですけど、我々のデータベースってまあ基本的にはリレーショナルデータベースのイメージです。 SQL か、あとはまあ XML データベースも先ありますけど、この頃
もだってまだあのあれ ない時代ですからね、ビューションのデータベースの概念が。そういうことはないけど、ね、なんかエクセルの化け物みたいな、そうなんか多分あのファイルカードのなんか化け物みたいな感じそんな感じで、昔の国会図書館みたいな。そうそうそう、あああのカードコーナーのカードコーナーあれ好きなんだよね、うん、ああいう感じのものですよね。マードウィーで検索と絶対に落ちる本が出てくるから、うん、全部自分であれ この項目全部調べる方が確実っていう、手で見る、手で手が触覚、視覚の代わりで見るって。あと慣れてくると次行った時大体この辺にあってるので、また分かりやすいっていう、それは本当にアナログな感覚ですよね、うん、そうですね。やっぱり何が言ってこの700万ドルかかってやることがゲームっていうのがいいですよね。ゲームの夢じゃないですか。いい、そう、夢の夢ですよこれはもう、うん、それもいわゆるもう完全にその50年代アメリカの多分非常にクールビューティーな感じの部屋なわけでしょこれ。もうでっかいコンピューターが置いてあって、こういろいろ光っててみたいなね。いや、これ以上いい環境はちょっと思いつかないぐらい。さすが軍っていう感じがしますよね。でまあ各々の武器と目標の組み合わせの特性は、まあ要するにその特性としては最大光線距離とゼロ射程一番近いってことですねこれ実は。うん、ゼロ射程のもっと細かい定義あるんですけど、まあ、そこ置いときまして、うん、でまあ最大射程への命中確率と距離の関数としての命中確率、要するに距離が遠くなれば当たりにくくなるよという、近きゃ当たりやすいよということですよ。で命中弾が一発ごとの被害、要するに弾が一発当たったらどういう被害が出るというのが表示されると。スプラトゥーンを思い浮かべてくる、まあまあ、この辺ってもう本当にゲームの基礎の基礎の基礎ぐらいだと思うんですよね、いろんなゲームの。多分これ後でダニガンっていう人がめっけて、ああって感じでやってるんだと思うんで、これでもうあらかたゲームにしてしまったわけですよね。まあ各部隊はその目標の示しで識別されると、目標の示しって多分駆逐艦だろう、巡洋艦だろう、そういうこと言ってるんだと思うんですけど、4種類の武器っていうのもまあミサイルだろう、ミサイルが一番のか、大砲のミサイルなの、まあ、それ大きさも違うでしょうけど、あと魚雷とかそんな感じでしょうね。でまあ部隊の指揮官がある目標との構成の選択肢、要するにこの目標を攻撃するよみたいなことを言うと、指揮センターの中で武器管制のボタンを押して、でまあそれによってコンピューターが作動すると、損害コンピューターが。でまあ結果は有効性の分数に関数して、まあ関数して何を言いたいんだかはっきり分かんないんだけども、うん、まあその細かいところ抜きにして損害コンピューターによって結果が出ると。失われた有効性は謎のやつですね、確かに。うん、あれ何でしょう。まあまあ別にあんまり気にしなくても大丈夫だから、まあ多分私が思うに有効性っていうのはまあ分かりますよね、ナイヒットってやつで、うん、要するに10発って分数ってこれ多分パーセンテージのことを言ってると思うんですよ、有効性の分数、うん、そう、何割って言うんですか、ね、フラクションだと思うんですけど、フラクションの訳語って何でしたっけ、分散、分数じゃないよね、分散でしょ、分数で大丈夫だと思うんですけど、フラクション比とか割合か、うん、割合って方がまだ、ああそうですね、訳としてはその方が何だろうな、有効性がやっぱり気になるな、要はウォーゲームで損害をどう分けるかって話でしょ、うん、そういうことです、そういうことです、一体ね、おそらくでまあ、何割命中したかみたいなことを言ってるんですよね、そういうことですね、でその残りどうでその差が失われた部分っていうことですよね、うん、でここで初めて命中確率っていうさっきの文言が生きてくるんですよ、うんうん、10発って遠いと1発しか当たんないよ的な、うんうん、まあまあまあそういうことだと思うので、っていうのは財布の玉なんてこう ばらけますからね、うん、でまあ、残った目標の数として、つまり当たらなかったということですけど、アンパイアと指揮センターにそれが通知されると、でこの失われた有効性ともよく分かんないんだよね、失われた有効性は本当に謎のこれ絶対ロスだと思うんだけど、ただ多分ヒットポイント的な概念なんですね、有効性っていうのは、ね、おそらくはまた損害を与えられると能力が下がりますよみたいなことです、うん、ですね、うん、移動も下がる、うん、でまあ、その次の武器の能力および、これなんでおそらくってわざわざ入れてるんだかよくわかんないけど、おそらく最大速度の減少に、要するにスピードが落ちるって、これはもう分かりやすいんですけどね、ポッシブリーの直訳じゃないですか、ポッシブリーですね、うん、これはだから武器の能力が減るし、でまあ場合によってはぐらいの感じです、そんな感じでしょうね、
損害の評価はアンパイアが必要だったんですね。結局そうなんですよ。そのなかなか鋭いツッコミや。コンピューターこれだけアンパイアは広いもんな。そうアンパイアもバンバン使う。でもアンパイアのジャッジはコンピューターに、反映させなきゃいけないわけですよね。これは。そうなりますよ、ね。その前の出した答えおかしいからちょっと修正するぜみたいなことが許されるというか。まあ、場合によってはやるんでしょ。答え出すのかっていう話ならさ、指導でしょ、うん、これ全部グレーバーとかの言うブルシッドジョブな気がする。いや楽しいじゃないですか、ゲームですよ。まあ逆に言えば人いたらこれぐらいのことやってみたいよなと思いますけどね。そうそう、より複雑なゲームができるけどやってるという話ですかね、うん、いやでも細かず最大48でしょ、ちょうどいいぐらいじゃないですか。まあでもこれぐらいなら後のナイロンゲームでは別にコンピューター使わないで処理してるよねって感じはありますけどね。まあ、うん、あの損害コンピューターだけはちょっと欲しいですよね、計算するのめんどくさいから、うん、48対48でやると結構な数の計算しなきゃならなくなってくる可能性があるんで、うん、でまあニュースのシステムの、まあニュースシステムなんですけどこれ、第3の重要な構成要素は通信サブシステムだったって、これはまあ言うまでもないですよね、うん、連絡取れないとシミュレーションとしては機能ないですから、ね、でまあ指揮センターごとにシミュレーションされた無線電話通信網8組、これシミュレーションされたが結構重要で、要するに本当のじゃないわけですよね、敵な、うん、いやっていうのは本当に戦争してるわけじゃないんで、うん、でまあテレタイプ一式とまた懐かしい、いやテレタイプいいですよね。いいですよね、文字情報ってだから大事なんですよね、うん、通話より、うん、コンピューターの通信始まってメールやっぱりできたのってそういう意味でよくわかるんですよね、うん、まあ総合通信方式機材一式、まあこれはまあ言うまでもないですよね、でまあシステム構成されてたので、指揮センターからアンパイ一方、アンパイへの一方通行のリンクでデジタル構造された情報を送信することもできたと、うん、うんうん、でまあ、1950年代初期の指導のゲームのように、まあ、ボードゲームみたいなのを考えてください。指導のゲームって何かというと、プレイヤーは指揮センター内で使用できる機器と手続きを使って、自分たちの舞台を直接完成するか、まあ、指揮するかというべきなんですけど、これあるいはアンパイアに対してそういったものを伝えるかどっちかをやってたと、でアンパイアは代理としてそのニュースを使ってそのシステムを実際に動かしてたと、あるいは結果をプレイヤーに伝えるかのいずれかの方法を取る、まあだからいろんなことができたわけですね。でこの間接的なやり方は特に召喚が、要するに将軍連中が、まあ、提督か会議の中で参加している場合に適したと、これまあ何ていうかっていうと、将軍とか命令出すけどいちいち細かいこと自分でやらないじゃないですか、だからそういったこう臨場感出すには多分適してたんじゃないかなと私は思います。まあ、時が経つにつれて、それでそういったことはニュースの仕様として一般的となったと。で、プレイヤーに求められる特別な知識と機材の操作。要するに、プレイヤーは軍人だから、実際のこういうものの使い方に習熟する必要はないわけで、適切なメールを出す方が大事なんで、そっちにシフトしていったよと。これも贅沢でいいですよね。いや、ね、やってくれる人がいるって。オペレーターに命令するんですよ。まあでもそれ実際そうだからね。まあ、もちろんそうなんですけど。まあだからそこまでシミュレートしてるんだと言えば言えるんだろうけど、やってみたいよな。やってみたいな。贅沢ですよ、ね、うん。命令されて入ってやる方も結構贅沢ですね。贅沢ですもんね。何しろ700万ドルかかってますから。逆に700万ドルかけてそれだろうって気もするけどね、システムとしては、うん、まあなんか時代を感じさせて非常にいいんですけど、これが楽しいのは分かるな。そうね、これ意外と読み直すと楽しいなという、うん、読んだ時はねつまらなかったんだけど、これ最初、でまあニュースは時間的に連続して2つの陣営のゲームをプレイするようにデザインされ、まあターンを追っていくわけですね、分かりやすく言えば、うん、で時計の速さは実時間を表すか、または実際に2倍か4倍、要するに早歩きすることができたと、じゃないと大変ですから、うん、実時間でやったら訓練でそんなことやってもしょうがないんで、でも2倍か4倍なんですけどね、なかなか、これターンベースじゃないってことですよ、リアルタイムベースは。そう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 、ま、また
だから多分あのあれじゃないですか、その赤井さんとかがやってたユニバースみたいに、うん、リアルタイムでその区切ってみたいな、うん、リアルタイムでいろいろとその やり取りしながらその、ターン終わりみたいな概念が、うん、それとは別にやってみたいな。そうですね。でこれなんでリアルタイムでやるのか重要かっていうと、ゲームだったら待ったかけてずっと考えられてる、考える、うん、先から考えることができるじゃないですか。でも実際の戦争って進んでっちゃうから、うん、それがそうちょっと訓練としてはまずいな。まずいですよ。5分で考えなきゃならないこともあるし、うん、みたいな。でも逆にだから変えることで最適解をこの場合どうせっていうシルエットすることもできるっちゃできるんですよね、うん、で訓練重視だからもっと早くしちゃいましょうってこともできてっていうふうに設定変えないっていうのはなかなか優れもんではあるんですけど、で探知や光線結果の計算を、行って自動的に出したと。でアンパイアはこうした 長い時間のかかる細部のことに煩わされなくなくて、記録全体的に見渡して専門的判断をゲームの中に導入することができるようにしたと。要はゲームをやることに時間かかっちゃったら意味はないってことですよね、うん、目的そこじゃないんで。でまあ、こうしたプレイの自動化はニュースが解析というより教育用のゲームの装置としてデザインされてたと。でまあ、海軍大学校と艦隊の士官たちに現実的な設定の中で、さっき言ったやつですね、実時間の圧迫の下で、うん、要するに考える時間って本当はそんなにないんだよっていうプレッシャーかけた上で指揮ができるような経験を得るというか、まあ、慣れさせるってことですよね。でそれがまあ重要だと考えられてたと、この頃は、でそこで、ね、なぜか、ね、不幸にしてって続くんですが、ニュースは最初にオンラインになった日から制約は受けていたと、特に最初はゲーム版の要するにボードゲームの風変わりなもの現代版じゃないかと思われてたと、まあ否めない部分もありますよ、ね、いやそれそうだろうっていう失われた有効性のなんか原文が出てきました、ね、横山さんから、はい、ロストエフェクティブエフェクティブですなんですね。あやっぱ効果なのね。なるほど、確かに誤訳じゃないけど、うん、なるほど。いやそれちょっと参考になりますね今の。自分かつアナログ機械、あでもこれはまあそのままですね、ね、タイムシェアドアナログマシンだから、うん、でも最初の名称の一つとして電子運動版システムっていう名前になったよと。なか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 なんかこうアナログで昔の SF みたいでいい感じなんだけど、いいですね、これはこの役のままでいい気がする。そうですね、このアナログさが何とも言えない。でこのゲーム版という家系につながるということは全ては非常に波及、要するにこれ家系ってどうだ、系譜に連なるってことですよね。要するにその昔 の, あのボードゲーム的なやつの延長だよっていうふうに取ってもらえればいいと思います、うん、でまあ最初に出たんじゃなくて、システムは作戦地域の大きさとして4種類しか表せなかったというか、まあそういう制約があったと。でその大きさというのはまあ回で表したけど、40回りかける40回とか400回りかける、まあちょっとそこは細かいでいちいち言いませんけど、まあ、ちっちゃいところからって言っても40回って結構大きいけど、それから4000回ってのも相当広い範囲になりますけど、うん、海域ってやつですよね。そういったものを選ぶことができたと。マスサイズがその次の段落 の, その 4000×4000 マスしかまあなくて、それをどの縮尺で表すかしかまあ要はないんだってことですよ。要するにゲームのこのシステムの本体ってプロット表してそれを動かすだけなんで、見立て変えれば全然変わってこれるよっていう感じですよね。でまあ演習地域の大きさだからゲーム中に変更することはできましたけど、グリッドの位置は自動的に調節されることはなかったと。だからどう動いても 4000×4000 のグリッドには縛られちゃうってことですよね。でかいはでかいですけど、でもマス目の数で1600万ぐらい、でも逆に言うと4000回かける4000回の海域を表すと 1つの単位がもう1回ってかなり広い 1.89 ぐらいの幅しか、それ以上細かいとかもう抑えられないよっていうことになっちゃうんですよね。でまあシステム的にプレイの間中舞台の位置とか状態っていうのは自動的に追跡して
記憶しなかったんですね。てかできなかったんでしょうね。記憶することはなかったということは、うん、そうみたいですね、うん、多分それだけの情報量に耐えられなかったんでしょうね。メモリとかそのストレージが足りなかったんでしょうね、おそらく。だから記憶するのは手で記憶するしかなかったんでしょうね、うん、本当に。時間のスケールは柔軟だから変えられたけども、ゲーム時計の速さの変更は、舞台のスケールの向きでまたなんか分かりにくい言葉が、高度と深度の変更に、潜水艦とかで潜る時間とかっていうのは計算に入らないってことなんですよね。多分上下の概念が割と曖昧というか、横移動に関してはいいんだけど、3次元難しいが、とてもこの時代のコンピューターじゃ無理でしょうね。あ、ちなみにこの時代の飛行機探す例だって横回転と縦回転と2つあって、高さと横方向で別々に探さなきゃならないんですよ。で損害確率は距離の関数として、これさっきも出ましたけど、要するに距離において当たり方変わってくるよと、で目標の方位角には影響がなかったと、まあそこそこいいですよね。で武器の飛行時間は無視され、ニアミスの効果も同じく無視される。つまり同じグリッドに兵器同士、ミサイル同士入った場合どうなるっていうのは考慮に入ってなかったと思います。でこの括弧内結構すごいことが書いてあって、時代を表してますけど、武器は何らかの損害されたためには命中しなければならず、まあいいですよね、で核兵器の使用を表す能力を制限していた、まあそれはそうですよね。核兵器を導入しちゃうと当たんなくてもとんでもないことになるので、ただ核兵器のせいわざと書かなきゃならないとか、この時代を非常によく表してるから、タクス2には核兵器のルールがありますよとんでもないことに、ミサイル落とすと同じですけど、まあこれらの制限を克服するために全員に渡る評価要因と、その他の仕掛けが開発、まあ要するにアップデートしてったっていうことを言ってるわけですね。で評価要因として部隊の速度の制御と時計の、まあ、時間の振動を調整することで異なった大きさの概略の概略表示が可能になったと、まあ、動きとかタイムスケールを変えることで模擬的にちょっとこういった違いを表すこともできるようになりましたと。で異なった大きさの地域の概略表示も可能になったと。でその他の技法として燃料消費を模擬する、要するに燃料消費も導入したと、損害コンピューターが、というか燃料消費を表すようにしましたよと、今までなかったわけですね。つまりいくら動いても燃料を心配しなくていいんだけど、それ心配しなきゃまずいんじゃないって話ですよね。であと戦闘機を、模擬する、だからシミュレートする武器特性に、つまり戦闘機っていうのはもうちょっとちゃんと表しましょうよというふうになったわけです。でそれまでの指導ゲーミングの技法というのはニュースを保管するためにも使用されたと。要するにボードを使って、まあ、回答の上でいろいろ書いたりというのは相変わらずそれ保管的に使うことができたり使った方が多分いいということなんですけども、実際今でも海上自衛隊の護衛艦あれなんだっけ、観艦式で乗れますけど、環境行くと後ろに海図室があっていちいちクルッとしてるんですよね。で横須賀の近くとどの岬とどの岬の間今通過しましたとか報告来るんで、面白いですよね、一回見るとなかなか。でこういった方法っていうのは特に上級士官の段階のプレイにおいて使用されたと。まさに艦長一人が何か決心するような時はあんまりこういうこと言わないけど、艦隊動かすとかなるとちょっとそういうことも重要になってくるなってことですね。でこういった作業っていうのは新しく設定されたオーゲーミング部、これは海軍大学校のオーゲーミング部っていう、部活じゃないですけど、これは間違いないです、ね、あったらいいなと思うけど、自然の課外活動ってことはないでしょうねそれはデパートメントか、まあ、専門家で作り出されて実行されたと。で、まあ、このオーゲーミング部の最初のメンバーの人がマクヒューっていう、これは民間人というふうに書いてますけど、これ資格としては民間人なんだけどってことですね。純粋な民間人じゃないです、経歴書いてますけど、海軍大学で経歴は30年代に始まって、なんか面白いけど何せ片手で陸軍で勤務してるんですよね、なんで海軍に来たんだ、まあそれはいいですけど。で、まあ、70年代中期まで働いてましたよと。マッカーティーズって前に海軍の
頭上氏のゲーム作った人ほどには知られてませんけど、このマックヒというのは海軍大学のゲーミングとボゲーミングに対する影響が非常に大きい人だったというふうに書かれてますね。で、実はこのボゲーミング部っていうのはニュースを運用して、まあ、維持するというか使い続けるために使われた部門ということらしいです。ここに言えます。で、まあ、海軍大学のカリキュラムのゲームを発展させて実施するだけじゃなくて、海軍ウォーゲームプログラム一部として艦隊に対して支援をすることも仕事として与えられたと。つまり海軍大学の教育として学生のためにウォーゲームのプログラムを作ってやらせるだけじゃなくて、艦隊に対してもいろんなことを、まあ、作戦考えるということですよね。平たく言えばそういう仕事もやってたよと。でなぜかここで1985年まで一気に早くというか誤植でしょ、これは58年でしょ、絶対そうだよね。40年飛んでる、うん、58やん、58でしょ、58でしょ、うん、絶対そうだよね、うん、ちょっとひどいな。しかホビージャパン何やってたんですって何もやってなかったじゃん。いや、そういう重罪に1960がメダル、そうだよ、時間が逆転しちゃってる、おかしいんですよ絶対に。まあ、この年に海軍、まあ、分かる誤訳は誤訳じゃないですよ開き直いやいや、この中で誤訳をしたことがないことだけがまあねいや、まあまあ冗談ですけど分かるのでまだ少ない、うん、まあ確かにね、でまあこの年に海軍作戦部長の下に設立された海軍ウォーゲームプログラム、海軍作戦部長っていうのは、ね、陸軍でいうところの参謀総長です。日本海軍だと軍令部長というふうに海軍とか言いますけども、作戦部長って非常にこれまた正しいけど一般的によく分からない言葉がシャラッと、これもともと海事の人が訳してるんで平気でこういうことやっちゃうんですよね、自分が分かってるから、だから海軍作戦部長ってすごく偉いというよりほとんど海軍のトップと考えてください。でまあ、大ゲームプログラムっていうのが作られて、まあ、大ゲームゲーム事案補佐と、まあ、これ OP06C っていうプロジェクトらしいですけども、で運営されたと。でこのプログラムには分析用のゲーミングと特にコンピューター化された戦闘モデル、要するに戦闘モデル作ってコンピューターの中で解析できるようなことに焦点を置いてましたと。でそのプログラムのキーとなる技術の支援はホプキンス大学の、ここでまあだから民間の研究チームの援助をしてもらってるわけですね、頼んで。応用物理研究所、なんで応用物理研究所だっていうのを置いといて、そこの中の計画分析グループ、あと、バージニア州ダールグレンっていうのはこれ海軍のあれですね、研究所みたいなところです。アメリカ海軍武器研究所の計算分析研究所、まあ、これは読んで字のごとくだと思いますが、戦争分析課とあとオペレーションズリサーチ課、ここでようやくオペレーションズリサーチが、これ別の課なんですね。なんか計画分析グループってオペレーションリサーチのことなのかなと思ったけど、まあこれはそれぞれ別のものなんですね。で結局これパーラーさんも結構こだわってたけど、ゲーミングとオペレーションリサーチは別物だからねっていうのは、他でも確か前も出てきたような気がするんだけど、倉原さんがずっと言ってましたね。そうね、言ってたね、結局アプローチが逆方向なんですよ、これでしょ元が、うん、そうなんだね。オペレーションズリサーチってはっきり言っちゃうと、成績元に作って解析する方のことでシミュレーションするんじゃないん で、うん、でゲーミングってのは逆にやってみてどうなるっていう方だから、ただ協力し合う関係にあるんだけども別問題なんですよね。だから原文58年であってそうです。あ、やっぱりね横山さんすごいな、うん、すぐ出てくるのはありがたいですね。で海軍大学の特にウォーゲーミングとニュースもこのプログラムに参加してたと、重要な構成員として。で海軍大学はこのプログラムの中で2つの主要な役割、作戦指揮官たちにウォーゲームの実施のための施設を提供する、要するに海軍大学はさっきの、場を使わせると、そうですよねという。でまあ、艦隊の士官たちのためにウォーゲームの過程を実施すること、まあ、だからカリキュラムの中にこのニュースを使った授業を
授業って言っていいのかな、演習って言った方がいいのか、うん、組み込まなきゃいけなくなったと。まあだからあんだけのもの作ったからそれ遊ばしとくわけにいかないから、それは当然なんですけども。作戦指揮官ってのはスコードリーダーですか。まあまあ平たく言えばそんな感じですね。まあでもこの場合海軍なんで艦隊の司令官とかそれぐらいに、なるほど、うん、考えてください。でこの過程は主に作戦計画の立案に従事する。だから戦闘指揮官よりもっとある意味立場としては上の人ってことだけどね、うん、で作戦指揮官だとその彼らの幕僚、まあ、参謀ですね、大して指向されたからというのだから、要するに作戦指揮官や参謀を要請するカリキュラムの中に入れたよと、平たくはないか説明したら、そういうふうに日本語としてはそういう説明した方がいいかなと思います。で目的が、まあ、その指揮官にこのプログラムがあることを知らせて彼の計画を評価して、まあ、実際に試している場合にウォーゲーミングで支援すると、でそういったことを彼らに親しませるとか、まあ、知らしめるって言ってもいいでしょうね。要するにこういうことでより正確にできますよと、だからやってくださいっていうことを伝える必要があったということですね。でこのプログラムは海軍大学のゲーミング施設を要因が可能にしかない、まあ、いろいろ書いてあるのが、まあ、要するに指揮官たちこれ使うようにした最初のものだったっていうのが大事なことですね。これずっと運用されたんですか。いやずっとでもないですよ。これ多分ね次回あたりで使うらしいんだけど、まだ全然今回そんなに先までやってないので。でここでまあ1950年になって、あの新しくできたウォーゲーミングの過程っていうのは、ウォーゲーミングの歴史と使用可能な各種のタイプと技法、それまでいろいろあったものを何でも扱うことができたよと。でまあ当然ながらってつけてますけど、艦隊作戦を研究するためのニュースの、当然ですけど艦隊作戦を研究するためにニュースは重要な役割を担う、うん、担わせられていたと。それはそうですね、昔のボードの今更やってもしょうがないわけで。で1967年になると家庭の科目として基礎確率の概念、デジタルコンピューターおよびシミュレーションおよびシミュレーションの能力と限界っていうのがどうもあったそうです。確率論ここでやるんだっていうのはちょっと不思議な気もしましたね。私読んで検索すると何点かこのニュースのなんか画像とかが出てくるらしいですね。さすがアメリカ海軍、その辺はざっくばらんでいいですね。本当だ、なんせ私今検索できないんで。横山さんがこの本はやっぱり英語で読んだ方がいい。絶対そう思いますね。私も読んでて本当説明するのめんどくさいよ。あ、かっこいいなこれ。お、素晴らしい、燃える、さすが横山さん。おお、あ、はいはい、これ大丈夫なしたわけね。いや、すごい、これはやってみたいな。いや、これはもう絶対やりたいでしょ、こんなの。ねえ、さすが700万ドル。いや、700万ドルかけるだけの価値がよ。ワクワクしてる。みんなワクワクしちゃいますね。いや、これ男の子はもう実際にワクワクする。いや、こんな今だってこれ作ってやりたいでしょ。先輩、まあ、もっとすごいのがあると思います。もっといろいろできるじゃない、今の。いや、もちろんできるんだけれども、これでやりたい。ただ、あえてこの、なんていうかな、はい、1960年代チックな何かで。ね、やりたいです、ね、やりたいですね、うん、で実際どうなんでしょう、アメリカの大学って理系の方でも確率論とかあんまりやらないんですか、ね、そんなことないでしょう、ね、ないでしょう。でもなんで確率の概念って、いや確率論突っ込んでやるんなら分かるけど、なんで概念、どのぐらい命中するかとかそういう話をしてたってことじゃないの、うん、いやもちろんそれって当然なんだけど、そう言ってるだけじゃないの。うん、ね、どんどん学問の信頼がなくなりたいみたいで、どんどんひどい解釈になって、うん、このシミュレーションにおける確率のなんかどういうふうな適用をするのかみたいな話であれば、まあ確かに議論はあるでしょうけど、うん、うね、まあオペレーション OR とかもやってますからね、それで関連は当然あるわけなんだけど、そもそもこれパーラーさん分かって書いてるのかなって気もするんですよね、これ。確かに言語のレベルで調べて書いてるから間違ってはいないんだろうけど、つまりこの後はもうコンピューターを使うのが普通になっていくというと。そうですね、あとはアンパイアもなくなっていくんですけど、
そこもまだ私もはっきり分かんないところで、どうだろうな、この感じだとアンパイアはいた方が結局いいわ、でも何かのためにいると思うんですよね。実はまたウォーゲームってあれはハッカーが出てくる映画ですね確か。あれのイメージみたいな、はい、そうね、あれなんかデフコンコスやってて、そうそう、あ、そうそう、あれ学生が高校生かなんかが侵入して、いやありえないんだけど実際にはあんなのありえたらたまったもんじゃないですけど、覚醒層の光で引いちゃうというとんでもない映画だったけど、あれはでもノーラって怒ったらしいですよ、あの映画作る時にそんなこと絶対ないって、あのっていうのは閉止システムしてるからアクセスができないって、そりゃそうですよ、真に受ける方がおかしいんだよ、ゴジラ見てゴジラ出てくるみたいな映画なんだから、面白かったよね、うん、映画としては面白いですよ、映画としては、うん、まあ、オーソンウェルズ事件とかあったという話はなりますが、ええ、あれってでも結構不可思議みたいですか、オーソンウェルズ事件って、あの宇宙戦争はいはい、あのラジオパニック、そうそう、うん、割と誇張されてるっていうのは、ああまあそう思うですよね、うん、やっぱりね、翻訳するときにあの鹿野さんがなんか協力したとか言ってたんですか、鹿野塚さん亡くなっちゃいましたよ、うんね、不可解な本出してましたね、うん、そうですね、どうしようかな、あとなもう1枚ぐらいじゃちょっとやりますよ、時間あるから、40年代の付き合いだから、そうです、今ああいうゲームセンターを作ったら受けるんじゃないなんかバトルセンターってあったじゃないですか、ありましたね、あれだともっとなんかこう豪華なイメージで、コロコロコミックの漫画とかには必ずああいうセンター、そうそう、欲しいんですよね、ああいうのがね、こっからイメージ出てるんじゃない、いやそうかな、あの東京タワーの根元の根元、東京タワーにあの VR とか AR がいろいろ集めますよみたいな、ゲーセンみたいなのができてきて、あれ前行ったんですけど、本当になんかね寄せ集めの集合体みたいな感じでね、なんかねすごい寂しくなっちゃいます、いいもんもあるんだけど、何個かやってた VR ゾーン1回行きましたけど、根本的に4号でダメだなっていう、あれナムコとかセガとかやってるやつはやっぱりまだいいんですよね、コンセプトがちゃんとしてて、まとまりもあってっていうのがあるから、ちょっとねあれはちょっと残念でしたね、東京タワー、東京タワー、うん、東京タワーの1階2階、いや3階4階かな、あのなんか VR センターみたいなのができて、どこがやってる、いや何だったかな、なんか一個がやってるんじゃなくて、いろいろ募集してブースを立ててみたいな感じだと思うんだけど、え、運営したやろ、運営したらよく知らないです、あ、続き、ちょっと時間がある、時間がある、もうちょい行きましょう、そうそう、キレがいいこと、いや盛り上がりますね、いやいいですなんかあれ小バカにしながら役を見てるの面白いちゃう、まあ役もないよりいいんじゃないですか、まあまあ、 あの大体においてはね、うん、じゃあ中ヒットをこなすと何か、何中ヒット以降我々はもう中ヒット見てしまったら何を見ても許せるようになってしまって、じゃ あ時間がもったいないじゃないですか、始めますか、でどこまで行ったのか、98、悪い役見れたから中ヒット出ます、出ますね確かにそういう意味で偉大な、偉大な、偉大な作品まあまあだってね、同業であれは ね95ページの最後の方からちょっといきますか、はい、まあ、60年代にウォーゲーム家庭が作られて、いろいろ確立とかやってたよ。で、ニューポートで海軍駆逐艦学校は学生が使用するためのゲームのデザインをウォーゲームに依頼した。要するに、駆逐艦学校は学校なんで、また自分のところのいろんな訓練のためにゲーム欲しいよっていう話をしたと。で、それは1962年にできたと。で、これなんか極めて現実的な設定の中で、って書いてますね、もうちょっとだから細かい駆逐艦と駆逐艦みたいな話が、まあ、実際に駆逐艦対潜水艦なんですけど、ここに書いてあるようにを、まあ、模擬訓練できるように作られていたと、で彼ら模擬の、模擬のってのは実際のじゃなくて訓練用の任務軍構造、任務軍ってまあ艦隊って考えると小っちゃな駆逐艦が2隻とか3隻とかので、適切な講話呼び出しと、まあ要するに電話で呼び出せるってやつですね、通信容量を使って、要するに実際の船を指揮するような要領でそれをゲームでやってということですね、うん、で彼らが間もなく、要するに艦長とか艦隊司令官がつくであろう任務の準備の、要するにこれから
その艦隊運河さん一つのための訓練としてってことですね、これ。まあ指揮シミュレーション、ね、そう、まあ平たくてそういうことなんです、ね。まあ、現代の対潜水艦船の指揮管制の問題は複雑性と不確実性についてはどうする、要するに何ができて何ができないけど何が大変かっていうのを実際に体験できるよっていうことですね、うんうん、いやこれは楽しそうですね。これもなかなかね、意義 も,、ね、もあるでしょうね。そのあれ、直でコンピューターに打ち込んじゃうとそういうわけにはいかないですから、ね、そうなんですよね。なんか間に余計なステップが実際に挟まるわけなので、あのシミュレーションでも挟んでおく。潜水艦相手ってそうですね、音だけが頼りだから、うん、違う音拾ってたとか、まあ、いろいろあるでしょうから。でこうした基本的な教育用に加えて艦載はゲーミングを他の目的にも使うようになったと。彼ら艦載は艦載の指揮官たちは洋上訓練の前に、実際に訓練に出る前にあらかじめこう作戦メールを伝えるために、分からせるためにおゲーミングを使ったと。まあ分かりますよね、一回やってみるっていう、それは分かりやすい。でそれは空母部隊の指揮官が見た目に、我々が領上に出る前にニュースにおいて誤りを経験しておくために、要するにこれはまずいよなってことをあらかじめチェックできるわけですよね。大ゲームを使用したと。で艦隊はまた、これも当たり前だけど、新しい戦術と戦闘陣形のテスト、仕事って書いてあるけどこれテストで訳したとこいいと思うんだけどね。あと指揮管制の準備の、これもテストですね。要するに指揮管制のマニュアルとか作ってもそれが本当にうまくいくかどうかって休みなきゃ分かんないじゃないですかっていうことはありますよ。であと、および計画に対する敵の反撃行動の予期される効果の3級、要するにこういう計画立てたけど相手がじゃあそれ受けた時にどういう行動を取ってくるかってやってみても分かんないから、模擬的にやれるってすごく有効だよねっていうか、あの説明するとそれで流れちゃうんですけど、実は1960年代になっちゃうようやくこういうことをやるようになったんだっていうのは私たちちょっと驚きなとこです。これはそういうことでしてなかったんだって、あれだけシステム作ってね。でまあ艦隊のゲームっていうのはカリキュラムのゲームのように、まあそれは海軍大学校のゲームみたいに言ってですね、勝利のための公式や迅速かつ容易な回答や一時の伝達も提供しないと。要するに勝つための公式を教えてくれるようなものじゃないよと、それ自分で考えなさいってことですから。でデータも提供しない、それでデータは自分で取りなさいよ、だから作戦行動を取る、実践できてればいいですよね。そういうことなんですね。でそれについて艦隊はゲーミングの価値と、まあ、ゲーミングの持つ限界の両方も悟ったと。それはゲーミングで全部を荒らしてるわけじゃないですから。でだけどもゲーミングやってみることで計画者とプレイヤーは指揮管制の経験、これさっき言ったように命令がちゃんと実行できるかってやってみたら分かんないってことですよね。で今日とかあるいは将来の、まあ明日って書いたけど、まあ将来と言った方がいいでしょう、複雑な軍事問題の視野を与えることもできたと。要するに何が問題か分かれば視野広がりますよね、うん、実際こういうこともちょっと考えなきゃいけないんだみたいな。でまあこれはまた経験豊富な海軍士官によるニュースゲームの、まあ、ニュースの計画立案と実行が、海軍作戦部長によって主催される海軍戦争分析研究に対して価値のある貢献をしたことを示した。私としてはここまで読んで思うのは、アメリカ海軍でやっぱり伊達じゃないなっていうのが分かりましたね。この20年前に負けた日本海軍と比べてやっぱり勝つ国って違うなっていうのが明確に分かります。多分日本の経営者がまだここまで頭回ってないんじゃないかなという、で1962年オリンピックのちょっと前の年ですね、2年前だか3年前なのかな、そのくらいの時代です。ニューポートで行われた艦載ゲームを実行する、要するにニューポートで狭い学校があるそこだけでゲームっていうのは本来もともとやってたわけですけども、というかそれしかできなかったんですけど、ここで始めたリモートプレイのプログラムを追加する、つまり学校で狭い敷地でやらなくても他のとこからもオンラインで式やら何やらできた、通信とかできる。どういう連絡、通信回線も、これ通信回線独自に、軍隊なんて通信回線あるわけですよ、非圧通信線だから普通の電話じゃないよってことで、ね、専用線ですよ、専用の LINE でじゃないと大変なことになりますからね。まあ専用の回線使って
自分の司令部から命令出してニューポートによるアンパイによって実行される、うん、要するにニュースのアンパイがこの場合使ってくれないとちょっと使えないってことですね。だから命令されちゃえばあのバカでかい機械は現場にいる人が使ってくれると、まあ、そういう新しい方式を始めたっていうか、これもっと前にこういうことやらなかったんだっていうのもありますけど、なんでしょうね。意外と思いつかないもんなんですね。ちゃんと回り出すまでに時間がかかったっていう可能性があるのかな。そうですね。あのシステム自体がちゃんと使えたことかな。最初の2年ぐらい。だから最初はもうそういうなんかアップデートとかいっぱいやって、うん、そろそろいけるなっていう感じになったんですかね。でしょうね。あとまあ通信線もちゃんと確保できるようになったとかもあるんでしょうね。うん、でも1962年だから朝鮮戦争終わってベトナム戦争の10、うんねうん、ちょい前ですね。まあベトナム戦争勝てると思うでしょうね、こういうことやってる国なら、ね、アメリカが一番良かった時代です、ね、ですよね、うん、でまあ1963年に一つのゲームが大西洋防衛部隊の指揮官のために実行されたと。でその時にカナダとアメリカの訓練者として知られるより大きなゲームをやったと。これは6カ所の東海岸の作戦管制センターと海軍大学と、それと初めて外国がここで加わるわけですね。カナダっていうカナダの統合軍海戦学校、まあカナダ海軍のっていうとちょっと語弊があるんだけど、まあ分かりやすく言えばカナダ海軍の大学校が参加したというふうに、あのちょっとだけ説明すると、カナダって本当に陸海空って分けてなくて統合軍という形で使ってたんで、こういう訳語を使われているわけですが、今違います。陸海にやっぱり戻しちゃいました。結局どこの国も縦割りの弊害が出るからまとめて組織一本化しようとかやるけど、やっぱりそれはそれでうまくいかないっていうパターンなんですよ。難しいところですね。難しいところですね、これは。でさらに2年経って1964年には洋洋船任務部隊、要するに上陸部隊ってことなんですが、の目的地の行動を含む要するに上陸作戦の演習をゲームでやったと。でこのゲームでは指揮官と幕僚、まあ、指揮官と参謀はノーホークの桟橋につながれて機関にいてそこでプレイしましたと。でなんで機関かというのは、これおそらく上陸作戦用の機関なんで機材が揃っているということですね。あと通信施設も実際の通信施設を使えるので非常にメリットがあると。でさらに1年後にはリモートプレイのゲームがアメリカとカナダの太平洋岸指揮官のために実行されたと、うん、でプレイヤーは今度は西海岸とハワイにいる作戦管制センターにいて指揮を行ったと。つまりコンピューターの解説使うことで昔は全然違う規模で演習ができるようになったので、うん、昔はみんなが集まって海軍大学校のどっかホールでこう海図並べてその上でこう駒を動かしてとかしたわけですけど、逆でより現代的に、うんそれで10年間以上にやって海軍のオーゲーミング計画がどんどん広がってたと。で先ほど出てたマクヒューさんですね、最初にこれ作り出した人が、1964年と65年にニューポートがまた別のリンクで8つの重要な艦隊のゲームが実行されたと言ってると。まああちこちで使われるようになってなりましたっていうふうにマッキーさん言ってたわけです。だから有効性が認められたということなんですよね。そうですね、うん、というかもう間違いなく認められてますよ ね、 うん、まあ、続いてるってことだけでもすごいよね。で、まあ、こうした成長と拡張の期間の間でも変化の産地というのはニューポートのオーゲーミングと、要するにニューポートのオーゲーミング部がやっぱり非常に貢献してるって言いたいんでしょうね。これ目を出しつつあったから、だからまたそこから新しい目が出てくるわけですが、でここでまあコルツと書いて、このニュースからこれはまあ NWGS と読むしかないんでそう読みますけども、まあニュースっていうのは非常にこう大きな波紋を作ったと。ああこんなことできるんだみたいな、うん、でまあ評価されて艦隊にオーゲーミングっていうのは本当に導入されて、ゲームに対して海軍全体がまあ関心を持つようになったと。でこの関心の一部はロバート S マクナマラ、まあ、有名なマクナマラですね。あのマクナマラです。これ時代が まさにそうですかね、1965年ぐらいなん で、 な、うん、でアメリカがベトナム戦争に本当に介入した年ぐらいなんですね。レウィズキと若い実力者たちって、これだからあのケネディの私的な
なんて言うんだろうな、参謀って言うと変だけど、まあ、補佐官の人たちですね、がここでだから国防省に、だから彼らが、マクナマラが出てくるというのはまさにそういうことなんだけど、オペレーションズリサーチとかシステム分析っていう考え方が本格的に取り込まれるようになったと。マクナマラはこれ後ででも反省するんですね、ベトナム戦争に負けて10年ぐらい経ってから、いや俺がやったこと間違ってたかなって、ね、であれマクナマラわざわざ北ベトナムに行って、あじゃない、もう統一してからベトナムからハノイに行って、その昔戦った相手方のお偉さんと話して衝撃受けるんですね。ああそういうことかって、俺やっぱり分かってなかったんだみたいな。ナマラっていうとパワーポリティクスの代表的に、うん、それは NHK でまあ昔ドキュメンタリー番組でやってましたけどね。ちなみにさっき1962年の話が出ましたけど、はい、キューバ危機、あうん、そうですね、キューバ危機ってシミュレーションしてるとは思えないですが、思えないですね、てかしてないですね、あれ、はい、特にあのパワーポリティックの方のシミュレーションってまだないんで、戦い出したらシミュレーションもあるんですけど、だからメンツがシミュレーション、メンツの張り合いはシミュレーションを上回るということなんでしょうかね。うん、で結局だからそこに危機感を覚えてハーマン・カン、あハーマン・カンとかがあの戦略論を考え出すようになるわけですけども、ちょっとゲームの話から外れちゃうんで、あんまりでもあれもゲームの話になるのかな、ゲームの話になるでしょう、うん、あれゲーム依存ってあの辺から発達していくんで、私で設定の話だから作戦っていうかあれは意思決定してからどう戦うかみたいなもんだから、ちょっとどうなるかな、うん、ただその辺のキューバ危機やなんかの背景があって、じゃあ囚人のジレンマだとか、総令和ゲームだとかっていうのを言い出すようになるわけですけど、私もゲーミングの専門家ではないんであんまり突っ込んだことは言えませんが、でも囚人のジレンマってありますよね、核戦争を考えてますよね、うん、何が最適解だ、お互いに情報なくて、うん、でも最適解って何っていう、キューバ危機とかあの辺のテーマはもうゲーム理論では定番のテーマと言っても過言ではない、うんうん、まあ、ここではそういう背景が時代背景があるという形でちょっと抑えておいてもらうと非常にありがたいです。どこに行ったっけ、ああそうか、オペレーションリサーチが入ったと、で新しい量的な分析技法、まあ、だからオペレーションリサーチは自然解析ですね、それとウォーゲーミングというのをくっつけて、これは私誤解してたんですけど、ウォーゲーミングっていうのは OR から来たもんだと思ってたけど、そうじゃないですね、全然別個にあったものが実は統合されたわけで、いや OR の手法としてウォーゲーミング考えついたのかなとずっと思ってたんですよ、長いこと。そういうわけではなく、うん、じゃない、そうじゃないんですよね、あの黒原さんは黒原さんは言っていたよく主張してたからでまあ、海軍ウォーゲームプログラムの中にウォーゲーミングと分析の予報を含ませて、まあ、それは当然ですよね、ゲーミングやるだけじゃ意味ないんで分析しないと、で将来ウォーゲーミングを困惑させることになったのはこの結合だった、要するに先ほど皆さんおっしゃって、倉原さんがおっしゃったように別物なんだから結合させるってやっぱり難しいですね、本当のところ、うん、それやってみて困ることになるというのは当然なわけですが、まあ、ニュース先ほどのシステムですね、の潜在的な能力による先、まあ、成功、ひらめきと成功の見込みが、あつまりいろいろ使えるってことが分かって、だけどその限界も分かっちゃうまではにはそんなに時間かからなかった、あの先ほどおっしゃった話に関係ありますけど、あの伊藤さんがそんなに長いことを万能な地位を占めてたわけじゃないよということですね、なんかこうコンピューターの夢が現実に置き換えられていく瞬間で切ないと思うんですよ、これは。そうですね、いや、でもアメリカ先行者なんでね、そういうこと先に知っちゃってるから日本ってやっぱり後追いなんだよね。いいよね、ベトナム戦争の子にも分かっちゃったんだっていう、この夢が現実に打ちから現実が夢を打ち砕く瞬間で、コンピューターゲームでもこう何度となくこう見たわけですよ我々は。1960年の日本ってこれからコンピューターだって言ってた時代ですよ。64年のオリンピックですか。そうそうですね、大阪万博70周年か。そう、そこでも別にコンピューターどうだとか大阪万博とかそんなやってました。そうだね、大阪万博とコンピューターってあんまりあんまりクローズアップされてなかったね。あるにはあったんだよ。1960年代の半ばにこう SM マガジンで小松左京とか星新一とか島正美とかが政府主導の
未来を予測する企画っていうのがあって、まあ、それに加担してるんですよね、うん、まあ、要は未来学で、まあ、当然これはこう突っ込み入れながらになるんですけど、ひどい水のプロパガンダに分かってるけど加担するっていう、まあ、これもっと批判すべきだと思うんですけど、そこでコンピューターの話を延々としてるので、うん、60年代半ばでは日本のこう、まあ、SF 作家と辞任してるような人たちはコンピューターについて使ったシミュレーションっていうのは意識していたという話で、うんうんうん、そういう意味では伊達に SF 作家じゃないよとも言えるわけだ。いやー悪いいやー悪い連中ですちょっと褒められすぎですね、うん、安倍工房とかも参加していた、ね、だからやんないよりいいんじゃないかみたいなノリで参加してるんだけど、うん、完全な国家の加担だからでも小松だけは分かるけど、安倍公房ってあんまり加担するようなタイプの出来に見えないんですけどね。もちろんそうですよ、うん、その後はこういわゆる SF 分断から距離を取るようになる、うん、60年代小松にはまあバリバリにそうなの分かるんだけど、66年ぐらいかな、ちょっと今、うん、すぐ出てこないけど、あれ大阪万博が70年でしたよね、うん、だからまさにそのぐらいの時代ですよね。でそれからな5年経たないうちぐらいに日本人が未来学とかね、喧伝されていた頃ですよ、うん、未来学はボコボコにこの前の論文で批判していたコンピューターへの夢ってもうちょっと長く続いてる感じしますよね。だって日本でサイバーパンクが翻訳されて結構出たのって80年とかですよ、ね、85ぐらい、それの筑波博ぐらいまでコンピューターへの夢ってまだなんか全然持続してる感じするじゃないですか、うんうん、結局みんながネットやるようになって幻滅が冷めたのかな。そうですね、うん、パソコンもみんなが使うようになって、まあ、うん、この程度ねみたいな感じにようやくなったみたいなところがちょっとある。サイバーパンクについてはこの前今度原稿出るので見ていただければと思います。あ、66年合ってた、はい、21世紀の日本を考える、はい、SF マガジン66年6月号、来るべき21世紀の日本の姿を今日の国民の期待と願望として描き、それを具体化するための方策を論ずるものという募集要項が、政府主導で出てきて、最優秀賞には内閣総理大臣賞状と副賞100万円、当時の100万円ですから今の 2.5 倍ぐらいですね、うん、2.5 倍じゃ済まないんじゃない、もっとか、うん、初任給その頃10万でしょ、10万とかでしょ、うん、25倍とか1000万とかそれがレベルにはなるんじゃないか。だからそういう企画が、まあ、ほとんど思いつきなんですけど、うん、出ていたという、うん、この時代のそのなんていうこういう夢がどれぐらいのものだったって、まあ、80年生まれの私には全くわからないんですよね、その、うん、実感としてどうだっていうのが一番わかるの多分草場さんだと思うんだけど、青春送った頃じゃない、そもそもカシオミニがどれぐらい偉大かっていうのはやっぱりその知識でしかわからないわけですよ。草場さんはそういう未来学的なものには全然興味ない。いや興味ありましたよ、うん、あそうなんですか、うん、だからそういうのも読んだと思うんだけど、 どう思ってたか忘れちゃったな、うん、だからこの時は梅沢忠夫とかが未来学って言って、うん、それに小松左京とかが乗っかって、そうそうそう、ね、学問としてやれって小松左京は未来にそれ言ってるんだけど、うん、まあ、結局あのキャッチコピーとして広まったって、うん、そうね、学問とはなり得なかったね。それを山野小一が批判したんだけど、こう山野だけが SF 分断をパージされていくっていう、うん、あことをこの前の論文でこう非常にねちっこく細かく書いたので、もう細かい論文。確か私が小学校2年の時に大阪万博で、うん、小学校5年か6年の時にノーマクラブが成長の限界っていうのを出したんですよ。で、冷や水ぶっかけるんだけど、だから70年はまだ成長の限界の前だから、ね、なんだっけ、大阪万博 の調和と未来、あ、そう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 、はい、大阪万博のキャッチコピーがそれなんですよ。本当にもう明るい意味でしかないみたいな、まあ、実際はその背景にあるんだけど、 SF 分断の青少年ファンダムっていうのがあって、要は福島正美とかが弾劾していた中高生とか、ね、小松左京とかが、万博に乗っかるのを見て幻滅して、うん、あのまあ弾劾世代ですね、いわゆるね、が、うん、あの今はもう SF の知ってるべき時だってアジェンデスを打って離れていくっていうようなことがあったわけですよ。実際大人は汚いまあ大人は汚いけどね、やっぱり政治の時代なんですよだって東大闘争とかね、あ、だから
どうなんだろう、そっちにやっぱり意識がいってると思いますね。いやだから反動なんですよ完全に。それで万博に加担するみたいな。70年万博に加担しちゃうと小松左京プロデューサーですかね万博。ああそうだ、だから批判というか批判的でしたよ確かに、うん、今思い出す。だから平成作家クラブってのはその体質を強く受け継いでいて本当そうなんだ。だってあの岡本太郎だって批判です。あの太陽の塔ね、批判されてたんだ。だからその時に70年代この旅行批判で作家クラブは解体しておくべきだったんですよ。なるほど、うん、いや本当そう思うんです会員だけど、うん、もう本当ね、あの100話やって一理ないから。まあいいや、じゃあちょっと最後少しだけやっちゃいますね。まあニュースから新しいシステムに変わるという話です。でまあニュースの限界もだんだん分かってきたという時に、プレイヤーの地域が限られてるし含まれる舞台の数もすごい制約があって、さっきの48っていう制約がありましたから、あとまあゲーム時計の速さを完成する能力の制限、まあこれもそんなにいろいろいじれるわけじゃないと、まあ、そういった制約というのは言われることが分かってきちゃったと。でまあ新しい種類のセンサーや武器がそれはそうですね、あの兵器発達しますから、これも適用しなきゃならないっていうことですね。つまり適用速度が実際上できないってことは新しい武器の進歩についていってないと、あまり明らかではなかったと書いてるけど、でも実際そういうことあるわけで、でまあその頃のニュースっていうのはもう評判と使用の頂点にさせていたという話ですね。でもうその頃には当たり前だけど多くの人がもうそれに置き換える何かを求めるようになってた、うん、でその中で3つの選択肢が考えられていたと。1つはアナログのニュースシステムを、プレイを実施する階級をもっと広くして参加部隊の数を増やすという非常に分かりやすい拡張ですね。これはまあ今のゲーマーもよくやりますよね。アナログのコンピューターって全然ピンとこないんですよね。で、まあ、リファレンスエンジンじゃないですか。解体エンジン。そういうこと言ってるわけでは多分ないと思うんですけど。それはそうです。ここではそうだよ。原理としてどういうもんですか。うーんと多分今この、デジタルコンピューターって普通にその、単位が、各ビットが0か1かっていうのを、まあ、だけで構成されてると思うんですけど、あのコンピューターってそうじゃないんですよね確か。違うはずじゃないで、だからその、でそれがねなんかよく全然ピンとこないんですよね。何しろ使ったことが全くないから。まあこれは長くないでしょうね。出てるはずですが、多分まあ調べりゃ分かるんだけど、なんか。でここで言ってるニュースがアナログのシステムでって言ってるのがそういうことなのかどうかすらも実は定かではないんですよ。分かんないですね。説明つけてくれると本当に分かんないよねこれ。まあまあ分からんですね。まあただアナログのニュースシステムは回帰浮力したり参加部隊の数を増やすように拡張することは可能だと、まあそうでしょうね単純な分。だけどこの選択肢はつまり拡張するには非常にお金がかかるように見えたと、まあそうでしょう、うん、でアナログシステムに固有の弱点、これがアナログシステムが分かんないからその固有の弱点じゃないみたいなのがよく分かんないですけど、これ全般がやっぱりそのこれは役の問題ではないと思うんですけど、違いますね、これはもうパーラさんの問題なんで間違いなく、うん、まあとにかくそういうことで弱点カバーすることはできなかったと。で海外とコンピューター産業の両者がデジタルシステムに転換しつつあったって書いたけど、これ本当にデジタルコンピューターにこの時代に移行してたらすごいことですよおそらく。それどうなんでしょう。60年代後半ですよね。そうちょうど転換期なのかな、どうだろう。そうなんだ、まあ、スパコンの世界になっちゃうから分かんないんだよね。それこそ Google とかが、ね、調べりゃいいのか。まさか真空管とICだったらそういう話じゃないと思うんだけど、気になるところですね。で、まあ、第2の選択肢は本質的には指導であったオギミングを補うためにニュースのディスプレイ能力を使用するという、意思的な取り決めを規定化することだったと。まあまあだから指導だったところにちょっとニュースでディスプレイの方を使って補いつけようという、まあ、これさっき言った話だと思いますけど、でこうした方法っていうのは安上がりだったし、スタッフには親しみやすかったけども、
現実性や情報の適時性や必要とせるほどの内容の濃さを追求することはできなかったと。所詮やってることって一時しのぎですから。ちょうどこれぐらいですね。そのあそうなんだ、メインフレームが、メインフレームはもうちょっと前からあるんですけど、いわゆる非常に有名な IBM のシステム3600っていうメインフレームは1964年なので、そんな古いんだ。ちょうどこれであの切り替わりのタイミングだと思います。自分が生まれた頃に切り替えのタイミングだったんだ。ということみたいですね。日本ってすごく遅れてませんか。いやでもね、日本でもうこのメインフレームを使った銀行システムとか証券システムが登場したのって70年ぐらいだと思うので、うん、そんなに遅れてないですよ。5年ぐらいなんだ、うん、あそうだよね。電源公社とかもう使ってたもんな、小学生の時には。まあ、アナログコンピューターもしたわけ。まあ、問題があって、したがってロジスティクスと、補給の面ですね、ロジスティクスって、強く結びついた現代の海軍の戦いの複雑さをゲームで効果的にやることはできなかった、要するにもう手法自体がちょっと古すぎて、もっと新しい何か作んないと、現代戦というのはちょっと表せないというのが見えちゃったということですね。かつて汎用デジタルコンピューターの新しい技術的な成果の見込みには違法という第三の推測者が残った、つまり抜本的に変えないともうダメだろうというのが次の話でも。今日はちょっとここまでで、でも10年くらい持った、そうですね、開発してから10年15年ぐらいは、だから飛行船みたいなもんかな。あそういう例えもあるのかな。非常に面白かったです。ちょっとこれはね、面白くあるんですよ、読んでて。私も面白くあるが、もうちょっと分かりやすく書いてって話はあるんですけどね。まあ、役分の問題はともかく、あのパーラさん時代の問題もあると思うんですよね、これ役分の問題も、うん、あのいやっていうのはパーラーさんが理解して書いてたところ、ちょっと疑問が出ちゃうんですよね。コンピューター関係のところそもそも好きじゃない人だし。まあでも証言ではあるですね。うん、なんかコンピューターだからもう電圧とかをそのまま扱うみたいな感じですね。オペアムとかあるじゃないですか、うん、まあ、ああいうものでその電圧を差し引きしてみたいな。横山さんから、音楽のアナログ申請は、まあ、音楽のアナログ申請は、ね、今でも普通に現役ですから。あそう、ね、うん、でデジタル申請は、まあ、基本的にはヤマハの DX7 からだから80年代の前半からでしょうね。うん、高橋名人とかいじってやつですね。懐かしい。高橋名人あの申請マニアていうか、まあ、今申請はアナログリバイバルになってからもう随分経ちますもんね。うんうん、いやしかしこれザニガンとか名前が出てくるとか行くまで相当時間かかりますね。全然あのもう巷のウォーゲームと関係ないことやってます個人的には面白いんですけど、ね、いやでもやっぱり今日良かったな。コンピューターコンピューター黎明期流してでもね、なんか面白いですね、やっぱり、うん、ドラえもんとか大変になりますからね。ああそうですね、記事作ってこう2つで争うみたいな、ジャイアンツで争うみたいな、はいはい、